どうも皆さん、おはこんばんちは、アニジャです。待たせたな。アニジャ実況室デッドスペース第11話だ。まあ、オプションストーリー、オプションミッションみたいなのをね、今やってますよ。で、なんかサプライエリアみたいなのに入ってきたんだけど、全然こうね、逆にもう物資が吸い取られるように減っていくという、やばいところです。で、新しいこうライフルをゲットしたんでね。あの、これどうやって、おお、来た来た来た、イエーイ、あ、おーい、イヤホン、すごい、カモンカモン、やばい、いいところで切れた、痛い痛い、痛っ、俺とやろうぜ、おお、いった、やばいやばい、痛い痛い、まだいいんじゃない、痛いんですけど、予想外にたくさん出てきた、いや、なんか強いんだけど、んって感じだな。あ、でも弾はすげえたくさんあるから、まあいいってことにしよっか。近づいてきたらあれで切り刻めばいいんだろうね。あ、トルクバーじゃん。ほう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 、こん中にいいものが詰まってると。うわー、乾燥してるよこれ。まあ、極寒の地だもんね。超嬉しい。何これ、ほな、これヘビーメタルサンダー、なんかかっこいい名前のあれが、弾が入ってる、やーべ、超撃てるぞ。まあ、これで何でも来いよみたいなね。大丈夫だよ、こっち近づいてきて、いざとなったらあっちだからね。ふっぱしまくってんぞ。なんか降りんの、降ります。あんまりたくさん来るとこれ対処しきれないのが悲しいよな。気のせいかな、ぐるぐる回ってる気がすんな。こっち合ってんのか、これ。あ、合ってるね。なんかぶら下がってるもんね。なんかああいうのをこう一網打尽にするあれがあればいいんだけどさ、ないもんね。へい、あ、痛い、くらえー、まあね、こうサブマシンガン自体性能が良くないね。足止め能力がない。おお、クチョーっていう音が聞こえた。普通に登ればいいのこれ。
え、なんか帰ってきてるような気がするんだけど、気のせいですか？あ、でも上に上がるって書いてあるもんな。まあ行ってみましょう。サブマシンガン弱いな。もうちょっとこう威力が高ければね、救いようがあるんだよ。おいおい、へい、やろうぜ。いや、なんか合ってるっぽいな。もうちょいだ。シグナルが近づいてきてる。近づいてる。シグナルが強まっている。心配するな。え、我々すぐ食べられるよみたいなこと言い始めたぞこいつ。やだね。まあ、弾はたっぷりある。とりあえずなんかすごいやばいのが出るってことは確かだな、これ。お、ベンチだ。なんか用心深いんだよね。ピローン。あー、素晴らしい。なんか新しいの出た。ヘビーメタルサンダー、これか。さっき手に入れたのはアドバンスングリベットチェインガン、リベットチェインガン、アドバンスロケットランチャー、モディファイドトゥミニマイズダメージトゥユーザー。下側の武器超強えな。上はカスみたいな弱強さだけど、今ではちょっと改造していこうか。これ下の方はね、かなり気に入ってるんですけど、まあ、いかんせん上が弱いと。ミリタリーエンジンってなんでこんな弱いんだろうね。ショットガンにするか、完全ショットガンにしたら近接戦闘武器だよ。このコンプレッサーにしていくか。これセミオートマティックなんだけど、こっちにするとスプレッドファイヤー。これ何なんだろうな、これちょっと試してみるか。コンプレッサーついたら一体何が起こるのこれ。もうね、さっきずっと武器いじってるからね、これ。はい、飛び出せ。あっ、弾がね、オートマチックで撃てるようになるんだね。すげえ弾の消費が速くなるよと。これでいけばちょっと火力になるでしょう。こっちしかない。エクスプロシブストレージ爆発するよ。いろいろ爆発しちゃうよ。まあね、大抵何かぶら下がってたりしますからね。あれを使って多分何かをうまくやれる感じでしょう。すんげえミシミシいってる。電源が入ってないな。嫌な場所だなこれ。なんかぶら下がってるし、でこう開かないよみたいな感じでこうドカーンって出て、でね、あれ、なんかあんのかな。もよって音した今。あ、はいはい。えい、インカミン。うおー、うおー、うおー、ちっちゃいのだけでしょ。
やべえ。あ、意外と大丈夫。はい。おー、汚いのたくさん出た。おー一人だったらこれで勝たせる。えい、わざとご苦労さん。ふいふい。おいった。対してこうアイテムはバンバン落ちたから嬉しいんだけどさ、こんなもんか。お、嬉しいね。プラス2リロード、インベントリーフル。弾持ち込みすぎたな。オブジェクティブコンプリートって出てるぞ。もう帰っていいんじゃないのこれ。ほらね、出てる。オッケー。このまま帰れば、ホイエーと。そんなね、すんなり返してくれないんですよこのゲーム。お、カメラがついてる。お、この音は。よし、設置。なんかすごいね。Oh no! 全部の食料やりやがった。軍曹、聞いてますか？全部消えましたよ。なんかやばいこと言い始めたぞ。完全に軍曹行かれてるね。ヤッホー！ともぐいが始まるみたいな感じかな。ちょっと物が溢れてるからな。思ったよりも弾の消費が少なかった。ちょびっと上げとく？あとかね、上のね、武器のダメージ
超低いから。まあね、しょうがないっちゃしょうがないけどね、こうもうちょっとこうどうにかならないのかと。なんかこう変えたら強くなるみたいなのを探してみようか。アッパーツールだからね、アッパーツール、これ超強いよ。プラズマコア、タッティングツール、ほう、キネティックショットガン with ノックバックエナジー、ここコンプレッサーっていうのをつけると、あ、コンプレッサーっていうのをつけるとすげえ強くなるよこれ。ちょっとこれ使ってみようか。破壊的な力を手に入れられるっぽいんだけど、すげえ、何これ、かっこいいんだけど。その代わり打てる回数が結構少ないみたいな。あっちか、あっちなんだけど、こっち行けねえ。一生懸命スカベンジャーボットが探してるな。ちょっとこいつの威力を見せてもらおうか。ガオーンと、これ多分相当強いよ。5発しか撃てないもん。連射効かないのが問題だと思うんだけど俺は。仕組み的にはこれと近いもの、これにコンプレッサーつけたら吹っ飛ばせるようになったからね。ってことはこれにつけるのが、へい、オッケー。普通にあれだね、ショットガンにこれをつけるべきだったね。連射が効かないけど、多分これこっちにつけた方が良かった。ちょっと一回戻ろっかな、つてに戻ろっかな。そうか、普通のショットガン、空気砲みたいなのがこんな威力になるとはね。飛ばすだけより全然 OK ですよ。開いて開いて、ベンチへようこそ。上の方をこうコンプレッサーを外せばいいんだね。でこいつをサーベイチャージ、プロッシブ、これガスでしょ。テレメトリースパイク、あ、これあれだ、パヒューンパヒューンって飛ばしてくれるやつだ。これはセミオートマティックだけど、インパーリングジャベリン、威力は低くなるけど弾の量パなくなるよみたいな。セミオートマティック、お、すげえ、何これ。コニックディスパーサルにするとショットガンだとファイアジルベツバヒュンバヒュンってすげえ勢いでこう多分敵吹っ飛んでくれ。でこれにすると威力めっちゃ少なくなるけどチェインガンになるよと。弾と撃つスピードはパネーと。はあ、まあね、こうショットガンも捨てがたいね、威力重視だからね。ミドルクラスまでいけるよこれはみたいな。ちょっとね、これで行ってみようかな。やべ、ちょっと楽しくなってきた。あ、ちょっと待って。はい、ガチャコン、ガチャコン。で、こいつに、行きますよ。お、来た。ほら、コンプレッサーになったよ。これ、吹っ飛ばせると。接近戦、もう無敵じゃん、俺。
これでいける、これ時代来た、もう近かろうが遠かろうがもうバヒュンバヒュン来いよ。でね、そろそろこいつをクリアしてやるぜ。すげえ100発撃てんだけど、これ100発撃てるってどうなの、1400発も撃てるようになってるぞ、謎の弾薬システム、まあ、チェインガンって書いてあったからね。すげえ楽しみ、こういう楽しみがあったんだな、このゲーム。綺麗に片付けられてる、必殺掃除人が仕事してます。そろそろボスっぽいしな、さあ出てこいよ。あれここ来たよ。あ、帰ってきたわけだ。 Welcome home。おすげえ、あれ、え、意外と強くねこれ、かっこいいんだけど、しかもあっちで合ってる、閉まんないんですよ。オプショナルなんとかクリアできたのかこれ。このミッション、オプショナルミッションなくなってるね、確かに。あ、すげえ、帰ってくるまでの時間が表示されてる。Find Ellie and her crew。 クルーだね。さあこれ上に行ったらまたな、ん、前にいる多分。いやーこれすげえ気に入ったよ、このチェインが。ちょっと上のボートがね、行けるようになったのかどうかだけちょっと確認してね、何もなければね、もう本編を進めていこうかな。多分これで行けるようになったりするんじゃないかなと、こう勝手に想像するんだけどね。ショットガンも強化されたからね、吹っ飛ばして切り刻む。バスカメじゃ帰ってきた、いいなこれ。戻ってきたぜ、アイテムがあるの嬉しいな。さあ行けるようになったのかな、多分なってなさそうなんだよな。ピホーン、 SK1P へようこそ。タレントロケーション、ロックロックロックダメだったよ。わからんな、なんかあるんだと思ったけどな。まあいい武器手に入れたしね、これでやっと進めされそうだ本編が。もうなんかこの下のやつに何が書いてあるんだろう、これ。
俺からは全くこうあの画面の中のものは読み取れないんだけど、変なもん構えたのにガチャコガチャコ。あ、そうだ、あれだった、ベンチを見とかないとあれが帰ってこないからね。へい、もう素晴らしいね、タングステンよく回収してきた、偉いぞ。さあ行くぜ。開かない。またか。超強いんだけど。いちいちリロードしたくなる、かっこよくて。まあちょっとね、鍛え上がったこのアイザクさんは一味違いますよ。この辺でまた音がする、毎回あれなんだろうな、多分こう同じ場所を探すことができるみたいな。また頼んだ。もう完全にね、相手回さりだね。ばらけるね。もしかしてここズボンズボン出るけ？おお、懐かしい。こんなとこあったっけ？お、あれはもしかしてベンジャー？ベンジャーじゃなかった、ステイシスになったコーティング。わお、ウェルカム。オッケー、スカベンジャー。スカベンジャー置く場だけの場所か、これ。そんな雰囲気だな。ないもんね、行き止まりだもんね。ちょっとしたアイテム洞窟みたいな。あんまりね、こう真ん中歩くとすぐあいつら湧くから。おお、吹雪がやばい。さあ、というわけでね、とうとうやってきましたよ本編。ぜひこの続きをお楽しみ。あ、こんな風になってるの、銃の先っちょね。またな。